高く勝るは日本の政治家、栃木県那須郡那須町長、栃木県町村会副会長、那須未来株式会社代表、那須町議会議員を務めた、当日有権者数22,915人、最終投票率69.4%観光立町を実現するための町づくり自然との共存を目指した町づくり健康と、 スポーツによる、ちづくり思いやりの教育による、ちづくり地元産品による、ちづくりボトムアップ行政による、ちづくり老後も安心して住めるちづくり、高く陽子。Facebook。2014年1月2日閲覧。ナス町長インタビュー高く勝る町長。栃木の暮らし編集室。2014年1月19日閲覧。役員名簿。栃木県町村会。 2017年1月20日閲覧会社概要ナス未来株式会社2016年3月31日閲覧ナス町議会議員選挙結果ザ選挙2014年1月2日閲覧高く勝るインタビュー YouTube2014 年1月2日閲覧ナス町長選挙に向けての決意表明 YouTube2014 年1月2日閲覧 トップインタビュー高くまさる、栃木県那須町長。時事通信。2014年1月2日閲覧。観光と農業の那須町を、キラリと光る日本一の町に。ゆいまる、那須、オープンから1周年。2014年1月2日閲覧。選挙、那須町長選、高久町長、再選出馬を表明。栃木。毎日新聞。2014年1月2日閲覧。 二部、那須町長選無投票小菅、高く氏が再選。下付新聞、P1、那須町長高く氏再選土地に。産経ニュース、2014年1月19日閲覧。那須町長選高く氏再選。NHK、2014年1月19日閲覧。正式に、立候補表明。Facebook、2017年9月21日閲覧。 高くな須町長が入院脳内出血疑い救急搬送副町長が職務代理。下付新聞 P3 那須町長選高く氏が出馬断念後継に大島議長立候補へ。下付新聞 P1 脱原発を目指す主張会議。2014年1月2日閲覧。早期に原発ゼロへから脱原発を目指す主張会議が発足。 YouTube 2014年1月2日閲覧。高く勝る公式ホームページ。2014年1月4日閲覧。ありがとうございます。